関東大震災直後の横須賀海軍交渉、ガントリークレーン付近、天城が左限に傾き損傷している。天城は日本海軍の未成航空母艦。横須賀海軍交渉で天城型巡洋戦艦として寄港されたが、ワシントン海軍軍縮条約に伴い建造中に巡洋戦艦から航空母艦へ改装された。だが、浸水前に関東大震災で損傷。 廃棄された天城の大艦が空母加賀である。天城は88艦隊計画における天城型巡洋戦艦として横須賀海軍交渉で寄港された艦艇類別等級別表では天城赤城の順である。一般に天城型巡洋戦艦とされるが赤城級巡洋戦艦の名前を使用している当時の記録もある。ワシントン海軍軍縮条約では 列強各国の戦艦、空母の保有数が制限された。だが建造中の戦艦を中止にする見返りとして、各国とも2隻まで建造中止になった戦艦を空母に改造することが認められ、日本では巡洋戦艦として建造中だった2隻を空母に改造することにした。しかし、建造中の天城は関東大震災により破損して廃棄される。 このためは新東海軍軍縮条約で建造中止が決まっていた加賀型戦艦の加賀が天城に代わって空母に改造された。呉海軍交渉で建造中の赤木はそのまま巡洋戦艦から空母に改造された。天城の艦名は静岡県伊豆半島の中央にある天城山にちなんで名付けられた。その名を持つ艦としては明治時代の天城に続いて2代目。 天城の艦名は太平洋戦争時の運流型航空母艦、天城に引き継がれた。なお、天城が空母に改装された後の艦名は、徴芸の予定であったという。徴芸の名は、1922年2月15日の時点で潜水母艦、徴芸に使用されている。天城は、88艦隊計画の前段階である84艦隊艦成案で、 巡洋戦艦の一隻として計画された。1917年7月20日、84、艦隊艦成案の予算が交付され、その中で、本艦一隻の予算は2469万1480円と説明されている。1919年7月17日、本年度に着手すべき、巡洋戦艦二隻にそれぞれ、天城・赤城の艦名が与えられる。 同日筆に当巡洋艦3隻も命名され、5隻は同時に艦艇類別等級別表に加えられた。1919年11月17日、製造訓令。1920年12月16日、横須賀海軍交渉で寄港した。戦死総書では、帰港日を12月6日としている。1922年、ワシントン会議の結果、列強各国は、 ワシントン海軍軍縮条約を締結する。建造途中の88艦隊計画艦は揃って、建造中止となり、2月5日に建造中止が発令される。条約では建造途中の巡洋戦艦、戦艦を航空母艦に改装することは認められていたため、巡洋戦艦としてではなく、航空母艦として完成させることが決まり、天城型2番艦とともに、 航空母艦へと計画が変更された。前年の1921年2月17日に昇格と命名された航空母艦が建造予定であったが、天城と赤城の空母改造とともに、この昇格の建造は中止された。なお、イギリス海軍とアメリカ海軍も日本と同様の経緯で大型巡洋艦を空母に改造し、グローリアス級航空母艦3隻と、 歴ントン急行空母艦2隻が収益している。1923年1月18日、天城の空母改造工事が着手された。日本海軍は建造中止となった88艦隊の各艦から資材を流用することにした。天城の場合は3隻である。天城は横須賀海軍工廠で、赤城は呉海軍工廠で建造が進められた。1923年9月1日、 関東大震災が発生し、横須賀海軍交渉は被害を受ける。巡洋戦艦、春名のように脱出に成功した艦もあったが、渓流中の海防艦、三笠は座礁して着底する。横須賀海軍交渉で建造中の潜水艦2隻は大破した。同じく建造中の天城も深刻な被害を受けた。番木が倒れ、仙台上で流骨が脱落、船体が歪む。 震災による故障で空母改造に不適当と判定され、廃艦予定の加賀型戦艦一番艦、加賀を航空母艦に改造することになった。1923年11月2日、天城の廃棄、解体が正式に決定された。11月12日、海軍省は天城廃艦と加賀の空母改造を公表し、諸外国に通達する。11月17日、 本館の解体を開始する。11月19日、巡洋戦艦、赤城と、戦艦、加賀の艦視変更と、空母、昇格の除籍が通達される。1924年4月14日、天城型巡洋戦艦3隻、加賀型戦艦2番艦、土佐、木型戦艦2隻の建造取り留めの例が、通達される。同日付で6隻は、戦艦巡洋戦艦のそれぞれから、 削除、除籍された。天城は7月15日に解体が完了した。天城の代官として廃棄予定であった戦艦、香川が航空母艦に改装された。1922年7月に香川神戸川崎造船所から横須賀に開港されて廃艦処分を待っていたが、天城損傷と廃艦の経緯を受けて1923年末から横須賀工場で改造工事に取り掛かった。 日本海軍は、天木残骸の一部を再利用する意向であり、船体の二重艇を利用して、複数のポンツーンが作られることになった。第二次世界大戦後に、海軍交渉が、アメリカ海軍横須賀海軍施設配備に伴う、港湾能力拡張工事によって2007年3月に撤去されるまで、長らく使用されていた。この浮き桟橋は2017年時点でも、ジャパンマディンユナイテッド、 横浜事業所磯子工場にて引き続き使用され、2017年3月22日の同工場における護衛艦、加賀収益の際に使用したのもこの浮き桟橋であった、海上自衛隊のヒューガ以降の全通飛行艦パン型 DDH はすべて同じである。天城用に製造されていた各種部品や装備の一部は建造中の赤木に使用されている。 赤木は1925年4月22日に、呉海軍交渉で浸水した後、偽装工事の最終段階は、横須賀海軍交渉で行われ、1927年3月25日に、空母として竣工した。また、当時神戸川崎造船所で建造中の旧カテ艦、マミヤは、搭載予定の加賀型船艦一番艦、加賀のボイラーが届かず、 浸水の見込みが立たなくなっていた。天城の配管により天城搭載用ボイラーが浮いたため、マミアに搭載することが決まった。横須賀海軍交渉で、混合型巡洋戦艦3番艦、春名の第一次改造が実施される際にも、日本海軍は天城用に製造した重油戦勝艦を春名に流用した。ありがとうございます。